はい、皆さんこんばんは。お待たせしました。重たい週明けの気分をサッカーでちょっと明るく、週明けイレブンの第57回放送でございます。番組バナーこちら下出ております。本日2019年5月27日ライブ配信生放送開始でございます。本日も司会、MC、大人参謀長一人で進めてまいります。先週の56回放送を見ていただいた方はお分かりでしょうが、今週も、試合結果が画面右から左に今スクロールでこう日本代表アンダー20の結果とか出てますが、でこちらの縦帯左の帯には、詳しい、いろんな情報やここは順位表も出てくるんですけど、先週の56回放送からこの、画面にプチリニューアルしました週明けイレブン。今夜は、月曜日夜8時生放送スタートしましたので、早速いつもの、レギュラーのコーナーから行きたいと思います。ということで J リーグのヘッドラインニュース5本週明けヘッドラインの J リーグ日本代表編5本からいきます。さあ1つ目の話題はサンフレッチェ広島が、J1 のね、ACL 出てます。シーズン中に異例のバック指定席を廃止と。シーズン中にバックのこれ、まあ、チケットの席割りっていう意味ですけど、バックの指定席という区切りをなくしましたと。はい、というのが1本目のニュース。さあそして同じく次 J1 FC 東京の話題です。開幕からの無敗記録が、ずっとね12試合連続無敗記録引き分けも挟んで続いてたんですけど、先日のゲームでいよいよ止まりましたと。その結果が今下にスクロールでちょうど出てんじゃないかな。今ヴィッセル名古屋、ま、山鹿ガンバ出てきますか。ジュビロエスパルス、おっとさっき出たんですね。ここあのこの週明けイレブンのこの試合結果は、画面スクロールは何度も何度も出ますので、はい、あこれ今出ますね、はい、今出てますね。あそうですね、セレッソが 1-0 で FC 東京勝ちましたって今出てますように、あと順位が出てますが、2本目のニュースはそういうセレッソに敗れましたっていうのが2本目のニュース。そして3本目が ACL の話題で、浦和と広島と鹿島が、次のラウンド、ノックアウトステージ、多分ラウンド16、ラウンド16に進みましたと。そして川崎フロンターレは、まだ予選グループリーグ第6節最終戦残ってるんですけど、勝利しても、グループリーグ敗退、つまり3位以下が、グループ3位以下が決定しているということで、今年の J1 チームが3チームラウンド16に進みましたということですね。今下のスクロールは J1 のリーグ戦の結果ですね。これまだ1巡目ですか。ですね、はい、13節、はい、これ2節でしょうか。13節、はい、あ次 J2、はい、今 J2 聞いてます。さあ、4本目のニュースいきます。天皇杯の1回戦がこの土日で行われましてですね、J3 勢がなんと9勝1敗という好成績と。この後ですね、多分 J 天皇杯の結果が自然に出てくるので待ってますが、はい、好成績で2回戦へと、この後ちょっと出てくるんです。スクロールで出た時にもう一回戻ります、はい、そして5本目のニュースは J2 の栃木リーグ戦どうだったんですかね、はい、試合結果今出てますが、あ今あ引き分けです、ね、あ引き分け、ファジアーノと引き分けた。ホーム来場者が100万人を突破しましたと。おめでとうございます。はい、ということで、J2 の、栃木は今現在18位と画面、左側に出ておりますと。でですね、今日はこのヘッドラインニュースを紹介しながら、なるべくこの先週から始まった L 字の、ご説明を一緒にしてるんですが、今天皇杯出てますね。ちょうど出ましたね。ちょうど4本目のニュースの、はい、ちょっと結果見てですか。ホンダロック勝った、パルセロ勝ってるとかね、松井シティが PK で負けたとか今出てますね、はい、でこれ J3 勢が9勝1敗と、はい、1つ負けたのはどこなんですか。ブラブリッツ秋田が明治大に負けたっていう。あ本当だ、出てきました、ちょうど出てきました。ブラブリッツ秋田が明治大学に 0-3 で負けるっていうね、はい、ブルーベッカが 0-1 で大学に負けると。でこの JFL が4勝勢が4チームのうち4チーム勝ったとか今、はい、画面L の縦のところには出てますね、はい、地域リーグ勢は3チーム勝ったと、はいはい、都道府県リーグが、2チームとも負けたと。大学勢が8チーム勝って、はい、なるほど。こういう、カテゴリー別の天皇杯1回戦の結果も左に出ておりますが、2回戦進出した、
チームの皆さんおめでとうございます、負けた方リーグ戦に集中しましょうということで、はいはい、そしてこの画面スクロールは、この土日に行われた地域リーグの方に映ってますが、はい、さあというちょっとこう、L 字の話をしながらも J ヘッドラインのピックアップニュースに行きます。この5本のうちからですね1本、1本目のサンフレッチェ広島のバック指定席配信のニュースです、はい、これは何ですか。クラブの公式ホームページですね、はい、じゃあ抜粋して読みますよ、はい、もうお願いします。AC 要するに今シーズンよりアジアチャンピオンズリーグの基準をクリアするためにバック指定席を設置しましたが、当初の計画、まあ、クラブが計画してたプラン通りに客足が伸びずますね、はい、お試しキャンペーンなどの動員策を講じてきましたがバック指定席に、なかなか売れてないと、でこの期間、バックシーズン頭からバックの指定シーズンパスを購入いただいている皆様を初め多くのサポーターには大変不愉快な思いをさせて誠に申し訳ございませんですとお詫び申し上げますみたいなあのニュースリリースがクラブから出てると。でこのバック指定エリアに空席が目立つ事態が、応援今後のサポーターの皆さんの応援に支障をきたすこととなるので、引いてはチームの士気にも影響する改めて有識事態であると考えています。随分大げさなんですね。なんかすごい不思議ですね。ここまであれなんですか平誤りに平誤り、なるほど、はいはい、はい、で今ちょっとすいません、今ホームページを読んでるんですが、引き続き、まあ、とにかく今すでにシーズンパスを買ってる方は引き続き、従来の席でご覧くださいと、はい、で分かりやすく言うと結局6月からはこのバックスタンドの指定席が全部自由席になるって意味ですね。まあ、そうです。ただ席シーズンパスでもバック指定を買ってる人はその席番で希望通り座れるけど、その周辺は全部空席のところは自由席扱いになるというね。そういう感じ。なるほど、はいはい、あのまあ話をまとめると、クラブが予想していた客足が計画通りに客足が伸びなかったというね、はい、そういうことから起きた、出来事だそうです。ということで、ヘッドラインニュース、J リーグ編5本終了いたします、はい、さあそれでは、次あるリーグ編いきます。地域リーグや JFL リージョナルリーグと主役イレブンでは呼んでますが、あるリーグ編と。さあ1本目がまた天皇杯の話題なんですね。1回戦突破、1回戦開催されて初出場の沖縄 S ファウ、九州リーグの沖縄 S ファウが2回戦に進出と、はい、それ以外にも、24チームがね2回戦に進みましたという話ですが、2本目はいわき FC、 東北一部のいわき FC のニュース、スパリゾートハワイアンズで、天皇杯1回戦の応援と会員特典キャンペーンを行われたみたいな話ですか。ですね、はい、はい、ということです。さあ次、3本目が、中国リーグじゃない、すいません失礼しました、JFL の松江シティのニュースです。松江シティは6月2日のホームゲームでペンギンと一緒に選手入場しますっていうですね、新しいですねペンギン、ペンギンってあのバットマン出てくるペンギンマンじゃないですね、本物のペンギンですね多分本当のペンギンでさえ、あの動物園にいるペンギン来るんですね、あの松江シリクに。そうです、素晴らしい、面白いですね。さあ4本目のニュース、これは関東一部リーグの栃木シティの方ですね。どうした栃木シティと、5月に入って公式戦が4試合連続無得点、これは天皇杯を含めてね、はい、ずっとリーグ戦と天皇杯2試合ずつあったんですが、ずっとゼロスコアと、はい、先週の放送で、56回放送で、関東一部リーグのジョイフル筑波対栃木シティの 0-0 のゲームのレポートをやりましたが、今夜の放送ではですね、1週間前に行われたリーグ戦でブルーベック浦安対栃木シティのこれも 0-0 のゲームだったんですけど、今日特集レポートなんですが、この 0-0 の試合がずっと続いて、天皇杯は確か 0-2 かなんかでバンラーレ八戸に負けた気がするんですけど、とにかく無得点ですということですね。ああ、ちっちゃくなっちゃった。じゃあ5本目のニュースが、ポーランドで初の、いいんですか、はい、はい。
6つ子誕生を地元のサッカーチームが祝福して、この6つ子がそのポーランドのチームの、観戦が一生涯無料になりましたっていうニュースが、いきなり海外の話題なんでびっくりしますが、はい、果たしてこれをアルリーグと言っていいんだろうか分かんないですが、これはポーランドの一部リーグの話じゃないんですか。4部だか5部くらいだな。ポーランドの4部か5部のね、そういうポーランドの地域リーグ的なニュースですという意味で面白いですね。なかなか今日の5本はバリエーションがにぎにぎしくてですね、ペンギンもあり、ムツゴちゃんのニュースもありと、はい、こういうなるべくあの柔らかいニュースを毎週5本紹介したいので面白いです。さあ、この中の1本は、松江シティのニュースですね。読みます。松江シティが、6月2日のホームゲームでペンギンという新選手に入場すると、これはですね、試合前、まず試合会場、松江市立の場外で触れ合いコーナーが、あって、いわゆる動物と触れ合うコーナーみたいなのがあるんですね、はい、そこに世界初の試みとしてペンギンがまずいるんですか、これもしかして触れ合いコーナーに、はい、でそのペンギンが選手入場をすごいですね、背番号10番宮坂選手がペンギンを手つなぎ入場するみたいな意味ですか。絵がいまいち浮かばないですけどね。で、当日のエスコートキッズはエスコートペンギンキッズという人としてペンギンに仮装した、あ、エスコートキッズは子供がペンギンの仮装をしてると、またペンギン、そりゃそうですよね。あ、焦りました、一瞬動物と手つなぎするのかと思ったら、はい、つまりペンギンと一緒に選手入場というのは場外に動物触れ合いコーナーがあり、選手入場の時は子供がペンギンの着ぐるみというか仮装をして入場するということなんですね。まあ、いやでも選手にペンギンと一緒に選手入場なのでペンギンが先頭切るんじゃないですか。ただペンギンはまあ一頭一匹一匹一匹でしょ、多分ね。一匹ね、それが先頭なのか最後出てくるのか分かんないですけど、さすがに11頭ゾロゾロゾロ出るから多分ね、スピードが遅いので試合運営上多分マッチコミッショナーが怒り出すと思うんですよ。早くキックオフしなきゃダメだってなるので、多分一頭ね、動物ですからそんな都合よくね、人間の思う通りに動いてくれないんで、ね、もう何だったら運営の人が抱きかかえてバババッとついてくるかもしれないし、うん、まあとにかくそういう楽しいね、世界初の試みをやるっていう意味で、JFL に昇格した松江シティがね、すごくこうこれでどうだってこうなんか勝負してきた感じがある、楽しいニュースだと思いますので、で、当日、ちなみにこれクラブのホームページにも出てるのかな、当日は、告知しますが、エスコートペンギンキッズをまず大募集しているので、募集応募フォームはクラブのホームページ詳細確認くださいと。もう一つは、なりきりペンギン塗り絵お面、はい、お面を作ってね、これも場外ブースで子供たちがお面を、ペンギンのお面を自分で塗り絵をできるようなものをスペースを作ってあるので、ね、うん、その日はあれですね、じゃあメインスタンドにこうみんなペンギンのこう仮面なんかのお面をこうやった感じでスタンドが埋め尽くされるというイメージを湧いてね、できればみんなペンギンというと普通白と黒のね、カラーリングをイメージするでしょうか。ぜひ黄色いペンギンもいっぱいいてくれた方がですね、ホーム感があふれていいと思いますので、ぜひ盛り上げて、6月2日今度の1週間後の、ホームゲームなので、ぜひ、お近くの方は目撃しに行って、ぜひこの番組今見てる方は、投稿メールのコーナーでペンギンがいましたっていう写真を撮って送っていただければ来週の放送でぜひこれを紹介したいと思いますということで、以上が5本の R リーグ編のニュースでございました、はい、そして今試合結果が出てるのが、ちょうど J2 ですね。もうまた回ってます、ね、これ3週目ですか、はい、これ2週目ですね。まだ2週目ですか、はい、そんなお時間で、はい、はい、今日ですね、こんな今いつも焦って喋ってる私がですね、割とのんびり喋るのは今日放送尺に割と余裕があるのでこの L 字のことをなるべく触れたいと思ってですね、ちょっと試合結果見ようかな。モンテディオが引き分けたんですかそして2位に落ちてんですね。ね、今まで毎週こうやってちゃんと順位表とか試合結果を読み上げてたからですけど、あまりにもさっさと流すよ、あ、ベルディとジャイアが引き分けてるなるほど、
なるほど。これで大体60秒間出てるんですよね。そうです。順位表ね。はい。はい、皆さんこのメイン画面の、話に興味がないときはぜひ画面の L 字に目を向けていただければですね、退屈しないで済むかなと。さあ、じゃあちょっとチャットも読みます。チャットは、声小さくないですか。今ボリューム上げましたけど多分大丈夫だと思います。さあどうかな、ホンダロックと山川天皇杯の話、うん、ホンダロックと松本山川が実現してほしいという願望が書いてあります。で、岩木 FC が 2-3 で負けて仙台大学が強かったなと皆さん天皇杯の話題ですね。あとはホンダロックがまたジュビロ磐田とやるんだっていうのが注目ですとかね、うん、さあ、なんか皆さんホンダロックとかホンダ中心に書き込みが増えてますね、うん、あと岩木、うん、なるほど、はい、あとはペンギン、はいはい、そうですね、はい、参謀長ネタ積み込みすぎっていう、はい、そろそろ行きましょう。そろそろ行きましょう。じゃあ、特集、動画レポートですね。今日は、まあ、やや積み残し感があるんですから1週間前ちょうど、5月の18日と19日に行われた土日に行われた、リーグ戦を、はい、関東リーグの試合と JFL の試合を取材してきたので、まずは1本目がですね、18日の土曜日の、関東一部の浦安ブライブルーベック浦安ホームゲーム、はい、対戦相手が栃木シティ、の動画です。さあ、まずは私喋りながらアナウンスするんでどうぞ出してください。はい、こちらがですね、浦安の、はい、ホーム浦安市陸上運動公園です。ね、はい、外周からいきます。多分今年こういう絵初めて、ちょっと来ました。いいとこなんで浦安と言ったらもうブルーベッカーみたいな。お願いします。ぜひ来た際には Let's go ブルーベッカー Come buy some hats Hats Bags Bags グッズ売ってます。お願いします。選手がグッズ売り場になりました。ここが噂のベカヒコちゃん。美しい女性がおりました。そしてアウェイの栃木シティもグッズ売り場がありまして、早速ピッチ行きましょう。これ試合前ですね、今赤い帽子かぶってるのが栃木シティの大栗社長でございまして、岸野監督も赤い帽子をかぶっておりますが、新しい今年のニューエラのキャップが、売店でも売られておりましたが、さあ、ここまでリーグ戦、あえて言いましょう、不調の絶不調と言っていい栃木シティが、ね、ずっと勝ちがずっと続いない状態で今そこで今控えの、レオジーニョとかが取り替えをやっています。さあこちらがホームのブリオベッカと、こんな感じで試合前、浦安総合運動公園行ったことない方ぜひ行ってみてください。隣がディズニーシーでございまして、そして今日はこんな可愛い人を見つけたので、うん、これちょっとボリューム上げちゃっていいですよ。今日は、はい、勝てそう。私エクトで頑張れる。でかしこ。ありがとう。でかしこ応援聞いてあげてください。音がうるさくて自分の頭に響きすぎて。でもここから煽るんです。サポーターを。ちゃんと振り向いて。煽りますよ。煽りますよ。ですね。というわけで、ちょっと試合メインの、スタジアム周り紹介を多めにこの特集レポートでしておりますが、早速試合、この時点でリーグ最下位の浦安と、4位かな、4位か5位の栃木の対決でございまして、まあ、ちょうど生中継もしたので、この試合はね、フル動画見たい方はぜひ関東サッカーリーグの YouTube もしくはこのビターチャンネルでもフル動画載ってますので見てください。まあ試合結果 0-0 だったんですが、試合内容的には浦安のペースでというか、まあ浦安の非常にいい攻撃が続きまして、これ1点目ですね、ポン
惜しい。これ点入ってないんですけど、シュート点入ってないです。シュート1本目ですね、フォワードの竹中選手がワントラップで前向いてターンして、抜け出したフォワードにスルーパスで、非常に浦安のいいリズムで試合が進んでおりますというのが前半特に目立ったところですね。これもここはオフサイドになりましたが、これ実は見切れてますが、今蹴ったボールも実はゴールネットに突き刺さっておりましたと、まあノーゴールですけど、さあ、栃木シティなかなかですね、自分たちもリズムにならない前半でですね、はい、これもシュートまで来ちゃうかな。竹中選手とフォワード、はい、あの菊島選手とかもう一人、三塁谷、はい、ちょっと今調べてもらっていいですか。調べます。3人いましたね。まあ2トップなんですけど、実質3人フォワードがいるみたいな感じのブレイブヨークが非常に、タミヤ選手だ。そう、タミヤ選手、菊島選手、竹中選手っていうね、前目の選手が非常に生き生きとプレーしてましたし、中盤の選手ではキャプテンの秋葉選手が非常に攻守に絡んで目立っていたなという。さあ、これ栃木の攻撃ですけど、ワンツーから抜け出しますがシュートにはいかないと。これ実は前半のスタッツ出てるんですけど、栃木シティなんとシュート0本ですね。ウレースの方がシュート何本もありましたね。決定機も出てくるのかな。最初のね、竹中選手のワントラップからあれは決定機だったんですけど、決定機の数でも圧倒的に、あと危ないシーンがこれですね、栃木の危ないシーンがこのバックラインでつなぎがちで課せられるって、これがこの試合再三あって、これも決定機だったんですけど、これはもうキーパーのゴッドセーブで、はい、助かりましたと。それで今の最後のシュートシーンの時に、田宮選手がペナルティで接触してちょっと痛んでですね、このまま担架が運ばれてですね、でここで前半終了になりました、はい、でこのままですね、田宮選手前半で、退いて後半から選手が入れ替わります。小島たつき選手が入ってくるのかな、あとはもう一人が2人入りましたね。今ハーフタイム、今日はちょっとベカヒコピックアップデーなんで、はい、かわいいダンスも見せようかな。後半から、小島選手と富塚選手、もうね、ミスターブルーベッカーにだんだん名称をね、いただいてるんじゃないかという富塚選手が後半から2人替えで浦安入ってきます。下がるのが、田宮選手と菊島選手ね、前の2人が変わりますというね。さあ、前半終わって0-0、栃木市の方は選手交代なしと。さあ、後半始まりますよ。この後半から入った小島選手が特にいい動きというか攻守に貢献していて、これはもう何度も何度もゴール前までゴールシーンに近づくっていうね、今ボールをチェイスする選手が小島選手ですけど、さあ栃木、これやっとシュートですね。これ1本目ですね。でこれ、この浦安総合運動公園の特徴なんですけど、風が強くてですね、前半後半みんな風上切り替わるので、この風に影響されるサッカーっていうのが、選手や監督ですみんなコメントするんですけど、さあこれが決定機ですよ。これ小島選手、小島選手ですね。これも小島選手です、ね。これからこれもそうですね。またこの栃木の悪い癖というか、後ろで繋いでる間に取られるっていうですね。これ決定機でした。竹中選手、ニアサイド枠外っていうね、これ中継中はみんなでもうものすごいでかい声でうおーってなったシーンですけど、なぜ外側に蹴らないみたいな。さあ、カウンター、ハーフカウンター気味に栃木シティここでファール取って、これで実はですね、ちょっとこのゲームのポイントになる1枚目のイエローカードがですね、ディフェンダーの選手に出るんですね。背番号5番誰です。石井選手です。石井選手に今1枚目出ました、はい、そしてフリーキックが栃木の高橋選手です、はい、キッカー高橋さんが、あのキックも惜しかったですね。さあ、
今今度は浦安の攻撃ですが、また2列目から今度は久保選手が抜け出してきて、ここです、問題のシーンです。先ほどイエローをもらった5番の選手がですね、コーナー今ペナの中で審判に今注意されて、1回目の注意は実は別の浦安の選手が注意されててですね、次また2回目の競り合いでですね、ここで小競り合いがあってですね、相手選手をどうやら突き飛ばしたんじゃないかと今選手が呼ばれてます。これが5番の石井選手、今2枚目のイエローが出て、これでレッド、これでレッドです。今こう押したでしょ押したでしょつって、で、これでなんと 0-0 の状況でずっと押してた浦安が10人になってしまうというですね、これがまあちょっと残念だったなというね、11人のままでさ、このままこの試合見てたかったなというね。でこれコーナーキックからの流れでまだ浦安の攻撃が続いてるんですけど、これゴールキーパーが、ね、前に出すぎるってですね、ゴール前ガラ空きでドンと蹴られて、で松下選手クリアっていうね、やっと落ち着いたみたいな感じでね。なので、やや後半頭で2枚選手を変えた浦安が、またこうシステムをちょっと変えるというかポジションを変えて、竹中選手のワントップにして4-4-1みたいな感じでね、8人べったり引くしかねえみたいな感じで、残り時間を戦い抜いたっていう感じで、ね、今、セットプレーも高橋選手から、トリックプレーで松下選手に1回流して打ったが枠外と。さあこれがまた小島選手ね、非常に動きが良かった、1人でこれ決定機でした。あと50センチ低かったらドンピシャで頭にっていうところでしたが、これも危ないシーンだったんですけど、まあ、カードも何も出ずにね、ちょっと選手が痛んだだけですけど、ちょっとこのキーパーの今のプレーは あと一歩出てたらカード出てましたよっていう。さあ逆サイ振ってからドン、枠外っていうね、この栃木シティがずっと無得点が続いているっていうこの象徴的なシーンなんですが、片や浦安もカウンター中心で攻めてセットプレーで、なんとか得点したい浦安ですがなかなか入らずと。さあここも押しした選手からパー振り返す。さあここはカウンターですよ。これも小島選手ですよ。素晴らしいですよ、スペースに、2人しかいないですから。いやー この竹中選手のシュートも非常に決定的だったんですが、また栃木のゴールキーパー神セーブ。もうシュートシーンだければ圧倒的に浦安なんですけど、ずっと 0-0 っていうね、1人少ない浦安の方がシュート数でも圧倒したゲームですっていう。同じ 0-0 でもね、スコアだけじゃ分からないこうどんな中身だったのかなっていうのが、この試合のダイジェストで見ていただければ分かると思うんですが、このようにして試合終了と、というわけでですね、じゃあ試合後のコメントはですね、栃木シティの岸野監督と、キャプテンの高知選手と、浦安の方はキャプテンの秋葉選手と、津波監督、今スタジアムに来場の皆さんにお挨拶しますが、4人の、インタビュー続けて流しましょう。どうぞ。去年からこのチームに携わって、先々週までの立場とは大きく変わったこのピッチサイドで直接ゲームを指揮する立場になったっていう立場で、はい、まあ、自分が呼んできた監督を、ね、変えなきゃいけないっていう本当苦しい決断をしましたけど、このクラブにとっては本当はこういうことはいらない、全く必要のないことなんですけど。0-0 で終わってしまったんですが、相手1人退場したっていうゲームでもあったんですが、はいはい、試合始まる前は、まあ、引き分けも負けに等しいとっていう話、考え方だったんですけど、試合終わったら負けなくてよかったなと、まあ、決定的ピンチが何回もあって、まあ、自分たちはほとんどチャンスないっていう、まだまだそういう部分では
選手ができてないなと、まあ、そういう感じですかね。まあ、まあ、課題は一つだけではないですけど、やっていかなきゃいけない、まあ、チャレンジさせないと、何回もチャレンジさせないと、まあ、やっぱりおっかな腰いけたようなそのサッカーは、全く見たくないと、まあ、他のチームよりもプレッシャーはあるんですけど最初からそれは分かってるので、それを言い訳にできないですよね、うん、それをやっぱり最初から分かってるから、まあ、分からずにやれと、そういうことを言うしかないですね。ところもね、もっともっとこう、まあ、合わすというよりかはやっぱこう、まあ、出しても要求しないといけないし、まあ、受け手側もまあ要求して、いやこのタイミングで出せるでしょうかということはやっぱどんどんやっていかないと、まあ、いいものってのは生まれてこないと思うので、まあ、高めていく必要はあるのかなっていうの、そのチャレンジするのも結局、まあ、周りのね、そのカバーをしてあげることがやっぱしっかりできれば、まあ、その選手も、まあ、もっと、いいチャレンジができると思うし、自信を持ってもっと一人一人がプレーにつながるのかなっていうの、そうですね、だからもう、まあ、ミス恐れてたら多分何もできないと思いますし、はい、ただそのミスをする場所っていうのはやっぱ考えないといけないと思っているので、はいはい、そういうところもまあしっかりまあやりながらやれればまたちょっと変わってくるんじゃないのかなっていうのは思います。次は天皇杯、天皇杯戦、 J3 のバンラーズとやって、でまたリーグ戦再開なので、この1、2週間が非常に重要な、一回天皇杯入りますけど、まあ、天皇杯も、まあ、僕は一緒だと思っているので、なのでまあしっかりこう一戦一戦、そうですね、まあ、まずこうしっかり、まあ、チームとして、まあ、やっていかないといけないと思っているので、その J3 相手でも今のチームの課題となっているような自信を持ってやるということをやって、ね、またリーグ戦につなげるしかないということです。そうですね。ぜひ後半終盤への追い上げを期待します。はい、また頑張ります。お願いします。相手が昨年のカントリーグ王者ってことで、僕らはチャレンジャーとしてとにかく走って一体感を持って戦うってことを監督もずっと言っていて、まあ、選手もそれを表現して、でそこから自分たちのできることを少しずつやっていってチャンスをつかめたなと思って臨みました。そのゲームリズムが作れてるっていう自信や手応えっていうのはあったんですか。はい、受け身になると絶対やられると思ってたので、こっちからアクションを起こして引いたら絶対やられると思ってたので、前から前から行くってことはみんなも練習からもやってたので出せたかなって思います。で後半になってちょっとかざしもになって、相手がロングボールも結構飛んでくる状態だったので、まあ、ちょっと引いてしまう展開もあったんですけど、まあ、そこでもチャンスもつかめてたし、特にピンチがあったわけではなかったので、まあ、退場しちゃったんですけど、まあ、いいゲームはできたかなっていうのは正直あります。ほぼ守備に関しては相手の長所も消す、はい、勝てたゲームだったかとか負けなくてよかったのかっていうのはどうですか。この1人少なくなってもチャンスはできてたし、みんなやることがまとまってたっていうか、みんなが本当にバラバラにならなかったのがすごい良かったかなっていうのは思います。今日はホームゲーム、久しぶりのホームゲームということで、ぜひ応援してくださる皆さんに勝利をお届けしたいと思ってたんですけど、まあ、かなり決定機を外してしまったという内容で、まあ、退場者も出てしまったところではもったいなかったゲームかなと、うまくいけば勝ち点3が取れてたのかなという感じはしています。ただ、まあ、徐々に天皇杯のゲームから選手たちが、まあ、自分たちで本当に責任感を持って、一体感を作れるように話し合いを進めながらゲームを、ね、運べるようになったのは成長の証だと思っています。次につながる大きな一試合だったのかなというふうに思っています。まあ、結果は残念ですけど、ある意味監督としては満足しているという、そういう試合です。怪我ですか。はい、2人とも田宮選手は、まあ、前半の終わりに、はい、田宮選手が内側陣体をちょっとやったのと、そして菊島が桃勘を振らって動きたくなったので、あ、はい、もう少し使いたかったんですけども、なるほど、それはちょっとこう、はい、想定外の想定外です、はい、ただ小島達樹選手、特に後半通して前線で、そうですね、小島を後半に使う形とか、まあ、後半のスピードアップに選手をこう
ベンチに置くという形がやっと取れるようになってきたところ、やっぱり怪我人がね治ってきて、だいぶ今日の秋葉彩選手見ていただいてもやっぱり頼りになるなっていうふうに思いますので、富塚選手も、はい、素晴らしいですね、はい、やっぱりそこが大きくこの何試合かとは違うかなと思います。なんで先ほど監督もおっしゃったように自信には十分つながっているこう選手たちが本当に自信を持ってこうプレーをしているなというのが、そうですね、選手たち今日は 4-4-2 のシステムでやったんですけど、まあ、僕の方が臆病で、3バックでチームを作ってきて、選手たちは、まあ、負けてる試合に 4-4-2 に変えて攻勢に出て結果が出るという形を、まあ、自信持っていて、まあ、選手たちとも話し合ってきます、ね、まあ、高中選手の決定機、まあ、相手のキーパーがほぼ 4点は、そうですね、もう4点ぐらいあれはあって、はい、実は栃木さんとは昨シーズンの最終戦も栃木さんとやってて5点ぐらいあったんで、2試合合わせると10点ぐらいあるんですよね本当になんだそれみたいな、巡り合わせがそういう全然入んないですよね。キーパーが素晴らしいなと思います。素晴らしくそこだけが足りなかった、残念だった。そうですね、まあ、そのキーパーが良くても入れてもらうようなそういう決定力がちょっと欲しいですが、まあ、でもフォワードには反省していただきます。天皇杯というカップ戦も含めて今後期待できるチーム状況になったなと思います。そうですね、やっぱり僕の哲学はディフェンスの安定っていうのが絶対システム関係なしに大事だと思ってますので、そこは少し安定してきてるので、あとはしっかり手を決める人が決めればチームの雰囲気が良くなっていくし、成長につながっていくと思います。ありがとうございます、はい、というわけで、動画レポート終わりました。まあ、両チームの選手監督の、コメントをそれぞれ聞いて、自信にあふれるレース側と非常に厳しいと、まあ、開き直ってやるしかないんじゃないかみたいな空気を感じた栃木のコメントでしたということで、で、まあ、この2チームとも天皇杯1回戦この土日であったので、まあ、両チームとも浦安は法政大学に負けて、栃木シティはバンラーレ J3 のバンラーレに負けて、あとはもうリーグ戦と、あとは全社っていうのがね、全国社会人サッカー選手権大会の関東予選というのが6月始まるんですけど、まあ、特に栃木シティはね、チャンピオンズリーグ、JFL 昇格がもう必須命題なので、リーグ戦とリーグ優勝、もしくはリーグ優勝が難しいんだったらとにかく全社枠でも実決に出るっていうね、もうそこに集中するっていうのが状況ですと。で、浦安は今度6月1日かな、土曜日が、ホームゲームでまた、先ほどのベカヒコが踊って楽しんでる、はい、いる浦安総合運動公園で、相手が首位のボンズ市原と、同じ千葉県勢の対戦と。で、なんと栃木シティの方はですね、2位の確か東京ユナイテッド、うん、ここも今シーズンも多分好調の、うん、逆にもう栃木シティがすればもうこの首位のボンズと2位の東京ユナイテッド、これ以上離されたら本当にいけないという状況なので、次の今週末のゲームっていうのが2チームとも浦安も栃木も非常に注目がじゃないかなと思うので、お近くの方はぜひ行ってくださいということで、今画面下スクロールこちらからこちらに今流れているのがちょうど北海道リーグですか、これ今流れてますが、この特集中も、関東リーグの情報も出てくるので、ぜひそこで詳しくは見てくださいということで、ということで、1本目の特集終わりで2本目いきます。2本目はですね、関東2部とですね、クリアソン新宿という今季から関東リーグに昇格した、去年まで都リーグのチームだったんですけど、関東社会人を経て昇格したクリアソン新宿対早稲田足利、サッカー中級部、昨年までのチーム名が早稲田ユナイテッドという名前だったんですが、ここちょっと説明なくなって走りますね、チームが移管されたというか、大学サッカーチームの方に移行されたので、ある種この早稲田足利としても初の関東2部を戦うという意味で、ちょっと注目してみましたということで、ここからですね、現地に取材に行った、はい、吉木さん画面の向こうにいるんですが一緒に喋ってもらいますが、はい、じゃあ動画を見ながら、はい、レポート一緒に見ましょうということで、はい、それでは、
クレアション新宿ホームゲームですが、グラウンドは早稲田の大学の東伏見グラウンドというところでやってます。どうぞ動画お願いします。さあこちらが東伏見グラウンドでございまして、はい、こんな感じなんですね。そうですね、結構まあ人工芝もいいしワークなので、結構ここは使用頻度が高いところです。はい、このユニフォームの色的に紫色が、そうです、紫がクリアソンですね。で今日はまあアウェーなので、アウェー扱いで白が早稲田式という形になります。普段はエンジン、普段はエンジンですね。はい、さあ、両チーム、はい、この日、バックスタンドエリアっていうんですか、はい、ピッチレベルの高さでカメラを回してるので、はい、ちょっとやや試合的に見づらいかもしれませんが、はい、ぜひ皆さん一緒に見てください。はい、結果から言うとですね、クリアソンが 1-0 で勝つんですね。そうですね、はい、でですね、まずゴールシーンが午前半のうちに飛び出すので、はい、今は白の早稲田が攻めてますが、そうですね、はい、はい、まあ、ここもクリアでって感じですね。はい、まあ、結構ね、ピッチサイドが近いので、こうやって迫力のあるところが、さあこれ得点シーンじゃないですね。まだかな、まだ違いますね。はい、いやこれ得点シーンですね。この10番の選手が左サイドに振ります。ここで高橋、13番高橋光也選手の左からのクロスに、右で55番高橋麻人選手が合わせて、こうこれが23分のプレーです。前半23分にクリアソンが先制と、はい、この時点でも首位、無敗ですね。まだリーグ戦無敗のクリアソンが前半でリードと、はい、さあ追いかける早稲田と、まあ、試合内容的には早稲田の方が、はい、いい、結構良かったですね。はい、こんな感じでもうバック側にね、うん、ピッチサイドに近づくと この距離で選手たちが映ってますっていう感じですが、さあここも足利が左からのクロス、はい、どんどん早稲田攻めてるって感じですが、今年の早稲田についてちょっと聞かせてください。早稲田式のこの関東2部のチームはどんな特徴というか、新しく、まあ、要は大学の2軍チームをここに持ってきたという形にはなってるんですが、はい、実は開幕から全然勝ってない状況。あ、なるほど。でなかなか点が取れないで、まあ、失点も多いという状況が続いてます。ただこの試合に関してはやっぱり東伏見だったんで、あ、ちょうど出てますね今スクロールで、うん、画面左には順位表と、はい、はい、対照的なんですよ。ここれは新宿が勝ち点16でね、早稲田式が最下位の位置でね、はい、なるほど。でこの日は実はもう後でまあコメントもあるんですけど、本当足利はすごく良かったんで、うん、だからこそなんか勝ち点欲しかったねっていうのが正直思うところっていう感じでしたね。なんとかしのぐクリアソンって感じの展開ですね、後半もね。今後半のダイジェスト始まってますが、合わせたけど枠の上、このダイジェストは私が作ったんですが、はい、ダイジェストを作ってても、もう白いユニフォームがゴール前にシュートを持ち込むっていうシーンが本当に多くて、はいはい、試合全体通しても、はい、早稲田の方が攻めてたんだなっていうのが、はい、見て分かりました。一方この紫のクリアさんはどうですか、はい、結構まあ後ろが結構硬いっていうのは、はい、まあ、キーパーの村下、あと井筒、徳島から移籍した、はい、彼らを中心としてちゃんと硬いチームを作ってるなっていう意識はすごくありましたけど、はい、まあ、ちょっと後でコメントあるんですけど、なんか本人たちはそう思ってないみたいで、はい、まだまだって言ってましたけど、なるほど、はい、一応でもやっぱ私見てる感じだと硬いなというイメージがありました。このシーンと同じは特にそうですけど、まあ、今年から関東2部に参入してね、はい、この順位、首位ですからね、はい、もうまだまだこれから中身は良くなるぞって言ってて、この時点で首位ですからね、秋頃にはどんな強いチームになるんだっていうね、もうぶっちぎりでもしかしたら関東1部に来シーズン上がってきそうだなという匂いはもうすでにしますね。そうですね。ちなみにこの日、パートナー、クリアさんのパートナーやってらっしゃる森岡里亮さんの試合を見に来られまして、はいろ、はいろ、まあ、話したんですけど、いやこいつらすごいよっていうのは、そうですよね、言ってらっしゃいました。はい、あの週明けリブン、去年の11月に関東社会人の参入戦の取材して、ちょうどクリアソンが昇格を決める試合を西ヶ丘のレポートも作ったので、過去のアーカイブで、はい、30何回放送かな、うん、関東社会人特集で出てくるんですが、その時も森岡さんにもインタビューしてね、はい、同じようなことをおっしゃってて、選手一人一人のね、サッカーへの取り組み方や社会人としての姿勢が素晴らしいとおっしゃってましたね。という話をしながら、ダイベストはこのキックで後半終了で 1-0 で、まあ、惜しくも早稲田式としては、うん、惜敗というかね、はいはい、ゴールが遠かったなという、いう試合でしたね。はい、
という感じで、何か吉木さんからこの試合についての何か試合については言いたくないことありますか？足利は本当に、ね、早く行くか欲しいねって感じがすごくした試合でしたね、うんうん、はい、まあ徐々に良くなるだろうという感じはしますか？どうですか？でもまだね、先週の試合も3失点してるん で、 ああそうです、なかなか続かないねっていうのが正直なところですね。ぜひね、あの前者の予選とかも挟んでね、またリーグ戦が、はい、再開して、まあ、残留をね、果たしてほしいなと思いますが、はい、じゃあ、 あの試合後のコメント、両チーム、はい、選手、監督、コーチ陣にそれぞれ聞いてるので、はい、先にちょっとお名前を順番に紹介、ね、お願いします。早稲田式の方から、はい、松坂選手と、その日采配を振るった大森コーチ、大森コーチ、であとクリアソンの方は得点を取った高橋麻人 と、あとキーパーの村下で、ディフェンダーの井筒で、最後、クリアソンの監督の成山監督、一応6人です、ね、以上6名、はい、続けて聞いてください。それでは、はい、インタビューです、どうぞお願いします。足利蹴球部の、松坂選手です、よろしくお願いします。今日の試合率直に振り返ってください。まあ、立ち上がりいい入りの中で、まあ、前半の失点もすっごく もったいない失点だったので、後半は押し込めた時間帯すごく多くて、そこで決めきれない、まあ、今のトップチームも点が取れないという課題がそのまま、まあ、Iリーグ、社会人リーグ含めてそこに現れているような姿を感じました。まあ、ただ、まあ、今日は、まあ、今まで以上に自分たちの球際警戒セカンドボールというところを体現することができたので、それをベースに練習からやっていけば、まずは1勝目というのを次は勝ち取ることができるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。今日東伏見の自分のこのホームの試合でしたけど、やっぱりそこで当然やりきりたいなっていう部分はすごく見えたんですけど、実際あのアウェーで迎える東伏見っていうのはどんな気分ですか？なんかちょっと変な気分だと思うんですけど、はい、少し変な気分はするんですけど、まあ、自分たちのホームグラウンドっていうことは変わらないので、そこは特に、まあ、あまり意識せずに取り組めたと思います。ありがとうございます。まあ、松坂君自身トップチームに当然上がりたいという気持ちも強く持って試合やってると思いますけど、6月以降に向けての意気込みをぜひ聞かせていただけたらなと思います。まず自分自身が成長してトップチームに上がるということは、まあ、一番の目標でありますが、まあ、現在自分立ち位置はこの社会人リーグというところで、まあ、キャプテンも務めさせていただいているので、そこでまずは、まあ、自分がチームを引っ張る姿勢を見せて、そこで社会人リーグでまずは、1勝して、そこから積み上げていってトップチームに行ければというのを、目標にして考えています。まずはやっぱり勝てなかったっていうところがすごくこう悔しいなと。でなおかつゲームの内容としてはね、すごくこう満足感というか達成感のあるゲームだったにもかかわらず、結果は負けてしまったっていうのがもう悔しい、それが率直な意見です、はい。まあ、プレーとしてはとにかくその戦わないと勝てないステージなので、戦うにはどうすればいいか、球際のところだったり切り替えのところ、まあ、そこをもう一回見つめ直そうということを一生懸命やっています。それプラスアルファ、じゃあ具体的にボールを動かすかとか、どう奪いに行くかとかっていうのを積み上げていく、まあ、そこら辺は学生コーチが、ね、しっかりやってくれてるんですけども、はい、まずは戦うためにはどうすればいいかっていうのをもう一回見つめ直そうというところをやってます。どうですか、今年関東リーグ、まあ、初めて1年を通して戦うわけですけど、はい、っていうのは本当に初めてのステージなので、まあ、対策自体もその手探りな状態でやってて、うん、でプレーもレベルは高いというふうに分かっててはいても、実際やるとなかなか手強いなっていうのを本当に実感できてるので、まあ、そこもこう毎回毎回やりながら修正していって、まあ、それが対策ですよね。まあ、運営の部分もその学生リーグと被ったりとかするところもあるので、なかなかこう自分たちでやる、学生たちでやるときに今までとは違う、まあ、それも本当に具体的に毎回毎回体験していって、それを修正していく、まあ、そこはおそらく対策ということになっていると思います。6月以降に、まあ、あの前者のトーナメントもありますし、はい、大学サッカーのトップチームの方の一刻の思いも含めて、ぜひ早稲田の足利蹴球部という意味でのコメントをぜひいただければと思います。殿池監督、小芝総監督になって、はい、とにかく変化を起こしていろんなことにチャレンジしていくというのを今年もやってますので、まあ、そういう意味では関東リーグ社会人の方ですごくいい経験をさせてもらってますので、とにかく学生がねこの経験を生かして成長できるように、で社会に出て社会を引っ張っていけるようにという、そこにチャレンジできる、それをサッカーでどうするかっていうのを考えていきますので、また6月以降もね、それに向けて頑張っていきます、はい、よろしくお願いします。
クリアソンの今日決勝ゴールを決めました高橋敦人選手です、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、ごめんなさい、3試合連続ゴール絶好調だと思いますが、まず得点のシーンを振り返ってください。まあ、高野さんがサイドで持った時に、まあ、なんとなく来るなっていうのを感じることができたんで、まあ、そこにうまく走り込めたのが、まあ、点を決められた理由かなとは思ってます。ありがとうございます。で、初めての関東リーグ、なかなか大変だと思いますがどうですか？そうですね、やっぱりその足元の技術だったりとかが全然違くて、で周りでやってる人たちも元プロの方がいたりとか、まあ、レベルが高い中で自分がまあ日々成長できてるのが分かるので、まあ、そこはプラスに考えて、まあ、試合の中でも得点という形でまあ成績残せてるので、そこは自分のいいところかなと思います。最後に6月以降のまあリーグ戦、トーナメントも始まりますけど、意気込みをぜひお願いします。そうですね、やっぱりこういう形で得点という形で成績残せてるので、これからもやっぱり得点を重ねつつ、やっぱ守備のところでもしっかりとチームに貢献して、まあ、優勝できるように頑張っていきたいと思います。はい、ぜひ期待してます、はい、これからも。ではクリアソンの、村下選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。開幕から5試合、はい、結構守備が安定してるなって個人的には思ってるんですけど、はい、実際関東リーグで初めて戦ってみての感想っていうのはどうですか？そうですね、まあ、東京都リーグに比べて、まあ、個人のレベルだったりとかそういったところはやはり、まあ、1つ2つぐらいレベルは上がるんですけども、ただクリアソンの守備の組織としてのレベルっていうのももちろん上がってるので、そこはもう本当にギリギリの攻防というところになるんですけど、まあ、チーム一丸となってゴールを守るというところではこれから6月に向けてトーナメントもあり、リーグ戦も首位を守らなきゃいけない立場にあると思うんですけど、その辺の意気込みをぜひゴールキーパーの面からもお伝えいただければ、はいはい。まあ、これからリーグ戦もトーナメントも始まっていくんですけども、まあ、あくまで僕たちは挑戦者というところには変わりないですし、そういった部分で、まあ、チーム一丸となって、まずは守備のところから、まあ、私自身チームに鼓舞していって、はい、無視点に抑えられる試合というのを数多く作られるように頑張っていきたいと思います。本井筒選手です。お疲れ様でした。どうですか、東京暮らし慣れましたか？東京暮らし慣れましたね、はい。多分関西とは結構味が違う部分があって苦労してる部分もあると思うんですけど、どうでしたね？そうですね、まあ、東京は東京で楽しみがあります。今年新しく関東リーグのクリアソンに入ってみて、はい、実際このクリアソンというチーム戦い、実際に自分が戦ってみてどういうチームだと思いますか？そうですね、まあ、戦術とかいろいろあるんですけど、まあ、そういうところよりこう自分たちがなぜサッカーをやるのかみたいなことを、突き詰めていくチームかな。まあ、監督も成山さんで、後ろに村下君がいて、感覚の同じ時期にやってた選手なり監督なりがいるっていうのは、やっぱりやりやすい部分とやりづらい部分もあるかもしれないですけど、実際どうですか？まあ、そうですね、全然やりづらい部分はなくて、うん、あとはその他のメンバーも長い付き合いがある人たちが多いんで、なんか特別その監督と村下が自分の中でコミュニケーションを多く取ってるっていう印象もあんまりないです。あ、なるほど。で、あとはまあ試合中、伊豆さんの声がすごくよく聞こえてると思うんですけど、そこはやっぱ意識してやってる部分って強いですか？まあ、センターバックなんで、うん、別に自分のチームでの立ち位置というよりは、まあ、声出して、引き締めるのが大事な役割かなと。ありがとうございます。まあ、6月は今度前者のトーナメントも含めてまだリーグ戦も続いていきますけど、はい、その辺の意気込みをぜひ伊豆さんからお願いします。そうですね、まあ、いろんな大会とかいろんな、リーグ戦とか順位とかあるんですけど、自分たちはもっともっとこう強くなっていかないといけないっていう前提があるので、僕ももっともっと上手くなりたいし、カテゴリーが上がっていくと自分の技術とか能力とかチームの、サッカーの力が試されると思うので、まあ、そういう日々の練習から前者の予選も含めて、成長していけるようにしっかり頑張っていきたいなと。ってみて社会人とサッカーの両立 の、はい、大変さ、良かったところっていうのをぜひ教えてもらえたら。ね、まあ、当然体力面ではきついんですけど、まあ、慣れというか自分でこう生活のサイクルを確立すればそんなに別に問題ないかなっていうふうに最近は思ってて、最初はきつかったですね、こう環境の変化とか、はい、食べるものの変化とか。ありがとうございます。クリアソン成山監督です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず今日の試合を率直に振り返っていただいていかがですか？早稲田さん本当に、まあ、順位こそとか成績あんま出てないんですけど、まあ、やってみて本当に感じたのはすごい強いなっていう印象ですね。で、まあ、
ベンチとかと一体になって、で最後まで全然諦めなかったですし、まあ、アワヤの場面もいっぱい作られたんで、まあ、本当強くていいチームだなっていうのが、まあ、それにまあなんとか勝ててよかったなっていうのが率直な感想。節終わって、まあ、現在首位ということなんですけど、はい、特に守備が安定守備に個人的には見受けられるんですけど、そうですね、まあ、まずそもそも守備がそんなにまだ自分も安定してるっていうふうに手応えはそんなに感じてないですし、また大事にしているのも、まあ、守備だけじゃなくて攻撃もできれば頑張りたいと思ってるんで、はい、で、あの、まあ、成山さんずっと関西とか愛媛でいられて、はい、関東に、まあ、関東で采配を振るうのは初めてという選手ですね、はい、でどうですかね、やっぱ都リーグと関東リーグの違い、うん、その辺はぜひどんな感じで受け止めてらっしゃいますか。あ、けど都リーグとの、まあ、本当に強いチームの、しかも個人がすごいチームもあったんで、意外にその東京都リーグで鍛えてもらってよかったなっていうのが感想と、あとそれが全体的に本当まんべんなくどのチームもレベルが高いっていうのが関東リーグの印象で、プラスその結構、アウェーで移動があったりだとか、そういうところのコンディションとかも社会人しながらとかっていう難しさが関東リーグの方はちょっとあるかなという感じ。これから全社の予選も控えていると思うんですけども、まあ、トーナメント戦も入るんですけども、シーズンの始まりにもうチーム全員で、確認しているのはもう最優先は本当関東2部リーグだということで合わせているので、そこの状況を見ながらトーナメント戦もうまくやれたらやりたいなというような、はいはい、そういう感じで進めていこうと思っています。ありがとうございます。というわけで、はい、6名の方の試合後のコメント聞いていただきました。はい、吉木さん、何か補足あれば。実はですね、最後に出てきた3人、村下、あと井筒、成山監督は、実は関東学館、まあ、関西学院大の、実は、3冠メンバー、総理大臣杯、関西学生リーグ、で、あと、インカレの3冠のメンバーでして、何年前ですか。でこれが4年前か5年前です、うん、はい、で実は早稲田と関学っていうのは大学でいうと東の早稲田西の関学っていうもう完全に双璧をなしているライバル校同士で、うんうんうん、だから結構彼らにしてみたら東伏見で試合をすることは結構特別な意識もあるというところで、ちょっとその辺も突っ込んでみましたっていう感じのインタビューです。という伏線があった試合後、はい、コメントだったんですね。ですね、はい。まあ、じゃあ引き続きこの関東2部のね、はい、あの2つ両方とも東京のチームなんですけど、首位をひた走るクリアソンとね、今最下位に進んでますが早稲田式、シーズン終盤まで注目したいと思いますということで、はい、2本目の特集レポート終わりです、はい、さてじゃあ本日特集3本目、この1週間前の日曜日に行われますが、はい、久々に JFL、確か宮古田で開幕した試合 の、うん、あの本田対松江シティとかをやって、久しく、まあ、奈良クラブと武蔵野、東京武蔵野もやったんですけど、うん、何ヶ月かぶりに JFL やらなきゃと思って行ってきました。日曜日の試合、5月19日の、武蔵陸、東京都三鷹駅武蔵陸で行われた武蔵野陸上競技場の東京武蔵野シティ対鈴鹿アンリミテッドの試合、見ていただきますが、あの冒頭からあのアウェーに、ね、東京まで来た鈴鹿のサポーターの客席、コメントからの試合、ダイジェストに行きますのでどうぞ見てください、はい、鈴鹿アンリミテッド東京遠征初めてだと思うんですけれども、そうですね、どうですか、東京まで来るのに大変でしたか。あ、まあ他にもいろいろ遠くへ遠征して慣れてる部分もあるんで、そうですよね、まあ、あの比較的すると、はい、何かこの武蔵野戦に向けて何かこう特別な思いみたいのが終わりであればというか、まあ、いつもこう初めての JFL なんで、まあまあ、いつもは毎日がこう毎試合が、まあ、特別な感じなんで、まあ、それを楽しみながらこうやっていければいいかな。どうですか、あのシーズン始まって。あ、やっぱりまあ勝ったり負けたりとかはね、やっぱりまあ上のカテゴリーに上がったばかりなんで、まあそういう予想しないようなことも絶対起きてくるし、まあこういう大変な時こそ、まあサポーターの力も必要になってくるかなと思います。まあ今日も一生懸命応援できたらと思います。特にこう注目してるというか、この選手がすごく今シーズン頑張ってるよなっていう選手がいれば教えてください。足田選手。足田選手、はい、左サイドバックの選手なんですけど、やっぱりすごく、大学卒業してから、鈴鹿で頑張ってくれて、まあ、順調に成長して、
でゴールも決めてますし、うん、これからも頑張ってほしいなと思います。あ、そうそう、アンリミテッドの皆監督の、お友達だそうです。スペイン語で、皆監督にメッセージを送っていただこうと思います。Hola, me llamo María y vengo desde España para ver a Mila y espero que ganemos a Suzuka Limited. ありがとうございます。ありがとう。ゴー、Mila! 最後はミラさんのアミーミーゴスで、オラミラってスペインからわざわざ見に来ている女性の方もいらっしゃいました。ということで、選手入場して、JFL の試合、始まります。さあ、今年昇格してね、1年目、鈴鹿リミテッド、常連というか、古豪、東京武蔵の、結構、開幕から好調な東京武蔵の試合ですということで、キックオフと。で、参考調的にはですね、まあ、注目はこの、黄色いチームの鈴鹿の方はですね、昨年の地域チャンピオンズリーグでも、割とがっつり取材させていただいた。あれもあって、まずフォワードのエフライン・リンタロー選手、背番号7番、うん、鈴鹿のクリスチャン・ロナウドと勝手に呼んでますが、うん、CR7、エフライン・リンタロー選手、もう第一注目ですね。多分 JFL というリーグの中ではもう、桁違いのストライカーだと思います。確か柏かな、柏レイソルだったかな。まあ、そのパワーあるフォワードに、この両サイドを広く使ったね、いい攻撃を再三再四繰り返す鈴鹿で、リズム、ゲームを握るという意味では鈴鹿のペースでこの前半はずっと進んだなというね。ショットオンもですね、確か前半鈴鹿12本、武蔵のシュート2本だったんですよ。ですがなんですよ、試合結果はその通りにはいかないという、まあ、最後、オチはそういう部位なんですけど、まあ、とにかく前半素晴らしいと、はい、でこのスローインからですね、前半、武蔵野が先制します。前半29分、ペナルティエリア、やや混戦気味、ドン、フォワードの石原選手、好調ですね。今シーズンの石原選手、ゴール多分量産中ですけど、まずこの、一方的にこう鈴鹿が攻めてるっていうゲームの中をスローインからの得点で先制したのは鈴鹿でしたと。さあ、まあ監督がね、ミラー監督、女性、スペイン女性ですがスペイン人の監督だけあってですね、本当にワイドに、こうシステムというかですね、サッカーのこう戦術戦略的にもやっぱスペインの香りはするなというね。左のワイド、右のワイド、オープンスペースから中に、これ、F ライン・リンタロ選手のズドンと、ペナルティエリアで、武蔵野のディフェンダー選手のクリアミスが、なぜか彼の前にこぼれてくるっていうね、うん、喜ぶミラ、ミラ軍団です、通訳。ちなみに、アシスタントコーチに岡山和成さんが、元奈良クラブにいた岡山さんがですね、主にセットプレーになると、ピッチサイドに出てきて、選手に、叱咤激励している岡山コーチも元気そうでした。はい、引き続き今前半続いてます。1-1、エフライン・リンタロ選手の同点ゴールで1-1と、さあここもファールかな、あ、ファール取ってないですね。ホームシュートいきますね。はい、分かっていても多分止められないんだろう、あのフォワードはというのが私が見ていた印象です。さあこれが後半、あ、前半のアディショナルのもアディショナル入ったセットプレーですね。今キーパーが弾いたのでコーナーなんですが、主審が笛を吹いてしまって前半終了で、ミラさんがこれに対してちょっと不満、なんでよと、もうワンプレーさせてよっていうちょっとこうスペイン語で、お茶目なクレームの入れ方をしてましたというのはワンショット今で。さあ今前半終わって後半始まります。1-1です。さあ後半からはですね、このゲームがなんとガラッと変わってしまうというかですね、前半のあの鈴鹿はどこ行ったっていうぐらいですね、良さが消えていくというですね、まあ逆の言い方しますと武蔵野がいい修正をするというですね、1対1含め、武蔵野選手チームとしての修正点がカチッとはまってですね、なんていうんですかね、私なりにと型にはめていくっていうかですね、攻め立てて攻め立てて、
一撃必殺っていう感じの武蔵野らしい攻撃で、これセットプレーからまず2点目取ります。2点目取ったのが木下選手、背番号20番、直接のフリーキック、中で合わせたゴール、誰も触らないままそのままゴールに入りました。これが後半の4分。これでちょっとですね、鈴鹿、出花くじかれた感があってですね、だんだん鈴鹿のこう10人、11人のサッカーのリズムが悪くなっていくってですね、サッカーっていうのは不思議な、やっぱり何遍見てもわからない生き物なんだなと思ってね、途端になんか噛み合わなくなっていくんですよね、鈴鹿みたいな感じで、はい。極端にですね、後半の方は鈴鹿のシュートがなんと3本しかないっていうですね、でも武蔵野はシュートをここから後半だけで3点取っていくっていうですね、はい、この右サイドのからもズドンと、はい、これはもう狙ったシュートだと思いますが、大下選手背番号25番右サイドバックかな、後半の15分頃です。で、ランニングタイムで言うと58分唖然とする鈴鹿選手たちっていうね、ペナルティボックス一人で今ウクライナ選手もまた試合リスタートしましたが、さあ続けていきましょう。これが、8分後ぐらいですね。66分、鈴鹿のコーナーキックから、見事に武蔵野のカウンターが、もう多分これはね練習通りだろうっていう、はい、はい、ちゃんと詰めてます。さあ石原選手ですね、これは、2点目、この試合2点目のゴールで突き放して 4-1 と、さあ、まあ、キローラン選手、ディフェンダーもアゼント、もう FN 選手ももうなんでよみたいな感じでね、まあダイジェスト的にはもうここまででこのゲーム勝負あったので、このままリズム、ペースを取り戻せない鈴鹿がこのままずるずるずるっと時間を使ってしまって、1-4、武蔵野が4得点で勝利と、まあ、なんですかね、打たせて相手のね、なんで骨を立ってなんとか打つみたいなね、武蔵野やっぱり戦い方、サッカーを分かってるよねっていうね、攻撃させておいて逆襲で決めるっていうのが素晴らしいと。これ試合後ゴールを決めた3選手がそれぞれお客さんに向かってご挨拶、ちょっと聞きましょうか。アクセスの味方の色は木下亮選手でした。まあすごい苦しい試合展開でしたけど、毎回連続得点取れたので、この調子で次の年で、まあ、このまま練習を続けて優勝できるように頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。そしてちょっと無然と、なんでこんな負け方したのかっていうような皆さんでしたということで、ちょっと引き続き試合後の動画見ましょう。監督会見、両チームの、池上監督とミラ監督の、どうぞ動画を流してください。Bueno, pues creo que el partido por nuestra parte, sobre todo ofensivamente, ha estado muy bien. Creo que no hemos merecido perder.Es el primer partido que creo que puedo decir esto sin volver a verlo en vídeo. Pero bueno, cuando el rival es más efectivo que tú en el área, pues es lo que toca. Bueno, 特に攻撃の部分で、まあ、自分たちが、優位に立てていて、負けるようなゲームじゃなかったなっていう感覚はあるんですけど、まあ、実際相手の、最後この局面でのその効果的な部分というのがあったので、今回こういった結果になってしまったと思うんですけど、まあ、ちょっとビデオを見ないとはっきりしたことはちょっと、まだ、分かりません。
no creo que hayamos estado peor, simplemente el equipo contrario ha tenido tres tiros a portería y han sido tres goles y nosotros lo hemos intentado, pero creo que el equipo rival con el resultado a favor es mucho más difícil de batir que con un resultado igualado o solo con un gol de diferencia, entonces ellos ya han estado más cómodos y creo que ha sido por eso, por llevar la comodidad del resultado a favor, no creo que haya sido problema nuestro. でまあ、自分たちが極端に悪くなった、まあ、何かで悪くなったというよりは、まあ、相手がまあそういった、戦い方を、まあ、心得てたということというのが、まあ、一番大きいのかなという、思います。Cuando queda poco tiempo para acabar el partido y ves que vas perdiendo, pues se cometen más errores, pero creo que simplemente ha sido por eso.まあ、もちろんその、最後の、例えば試合の終わり頃の部分では自分たちの、ミスで、まあ、ミスを、たくさん犯してしまった部分というのはあったと思うんですけど、まあ、全体を通じてはその、自分たちがすごく悪かったというよりはその相手が効果的な、まあ、そういった戦い方を、まあ、していたなと思います。今年の皆さんのチームとこの全16チームの相対的な力の差を全体の中ではどう捉えているんですか。Pues Esteli が casi todo equipo mismo nivel, ¿no? Tú también, ¿qué te parece? Sí, creo que la mayoría de equipos más o menos tienen el mismo nivel, que se decide un poquito pues por lo que he dicho antes, por la efectividad. Nosotros ya hemos tenido, creo que bastantes ocasiones, hemos tenido dos palos, las otras pues o el portero o han ido fuera, hemos tenido muchos córner. Entonces, bueno, pues no la hemos aprovechado, nuestra efectividad en área contraria no ha sido buena, el equipo rival sí la ha tenido y creo que los partidos se deciden por ese tipo de acciones. Sí. なので、まあ、おっしゃるように、まあ、ほとんどのチームが、まあ、同じ、対等の、まあ、レベルにあるようなリーグだというのは、まあ、ものすごく認識しています。なので、まあどこが、まあ、勝敗を、まあ、分ける差というとやはり、先ほど言ったように、まあまあ、チャンスを多く作ることもそうなんですけどやっぱりそのチャンスで その質というかその効果的な、攻撃がどうか、できるかどうかで、まあその勝敗を分けるポイントかなというのを感じています。明日インスティテュートで東京で大学でお話しされると思うんですけど皆さんはこう東京に滞在した機会っていうのはこう来日してからあるし東京の印象も含めて教えてシンマニアナ、マサイラスマンですの、¿Tú fuiste a Tokio? ¿No es primera vez? No, no, es la tercera ya. ¿Cómo San Gai, Tokio? Sí, una de turismo, otra la embajada. Y esta vez. De, más con Kai, Cervantes. Sí, buen día. Gracias.前節の時に、まあ、宮崎との試合で、まあ、2点取って逆転されてで、まあ、ひっくり返せたんで、まあ、勝ち点は、まあ、取ることができたんで、まあ、良かったんですけどそこの守備のところを2週間の1週空いたんで2週間の間で修正して今日臨もうと。で今日の試合に関しては前半はやっぱり非常に良くなかったですね。良くなかった。単純にもう力負けしてました。でハーフタイムに伝えたことはそんなに多くのテクニカルなことは伝えてなくてですねまずは戦えてないというところであとは、一つ一つのプレーが雑なので、それをもっと丁寧にやらなければいけない。あとは判断を早くする。この3つを3つしか選手に伝えてません。で一つのプレーが雑になるっていうのはまあ、判断のスピードがやっぱり遅かったのでやっぱりとにかく判断のスピードを上げなきゃいけないと。相手のプレッシャーも速いですし相手もうまいしボール取れませんしで我々がもっと判断のスピードを上げてプレースピードを上げないとおそらくこの流れで試合終わっちゃうよという話をしてで後半は相手の左のセンターバックと左のサイドバックからボールが出てたのでそこをやっぱケアしなきゃいけないなということで選手を変えました。本田圭佑を入れてそこにプレッシャーをかけるで後ろに下げたところを押し上げて、前線からプレスをかけようというふうにちょっと変えましたやり方をする。で、まあ、後半はうまく、守備下がった時の守備のバランスコンパクト感あとは前から行く時とそれをしっかり分けてやれて
で我慢してやれたので、最後チャンスが来た時にしっかり決めてくれたので、あのその結果が良、かったと。まあスーパーシュートも、まあ、ありましたけども、あの、まあ、それの前にもですね、あのいろいろ かなりチャンスが多かったので、チャンスをうまく作れた、あのいい守備をできれば、まあ、いい攻撃につながるっていうことはいつも言ってるんで、それがうまくできた、後半はできたかな、前半と後半で、まあ、ガラッと変わってたかなと。サッカーですね。で、相手のことに関しては、あの7番のエフラインさんのところがやっぱりポイントだと思ってたんで、前半からずっとそれを言い続けていて、やっぱりでもそこはやっぱり抑えら体格差とかですね、そういう面で抑えられなくて、で彼が、まあ、ラスト15分ぐらいで変わったところで、もういけるかなっていう感じはしました。あのもううちのセンターバックもそんなに弱くはないんで、あの、まあ、あのぐらいだったら、まあ、まあ、ただあのエフラインはすごいですね、やっぱりエフラインさん。あとは宮崎 の10番の水永選手とかもまた体格がすごくて、押してもやっぱり全然押せもせずも、なんか引かれるような感じでディフェンスやられちゃうんで、やっぱりあのちょっと能力が違うところで、やっぱしっかりディフェンスラインが、あの1対1は勝てないのはもう分かってたんで、ディフェンスラインの4枚、中盤の4枚で、力を合わせて守るようにということで、あの伝えました、こう前半のところ。というわけで、両チームの三浦監督と池上監督の試合後のコメントでございました。三浦監督に対してはですね、月曜日この試合の翌日、東京 のスペイン語系の専門学校的大学で の講演会があったので、東京滞在何回目ですかというね、あのなるべくサッカーと関係ない話をなるべくしようと思って、その時だけ、可愛い笑顔が見えたので、うん、やっぱ聞いてよかったなと私は個人的に思ってますが、さあという、武蔵野ホームゲーム武蔵陸で行われた、鈴鹿アンリミテッド戦でございました。6月はですね、この今週末じゃないか、その次の週かな、6月の2週目が、また武蔵陸で松江シティとやって、はい、確かその次のゲーム6月のホームゲームにビアティミエが来るっていうね、はい、だからあの6月は松江シティとビアティミエが武蔵陸で見れますので、東京近郊にお住まいの皆さんはぜひ、いい季節ですから6月ね、ぜひ武蔵陸皆さんで見に行ってくださいということで、以上今週の特集3本目も終了で、今度は三重県鈴鹿市のホームゲームにも行っていきたいと思った夫の参謀長でございましたということで、さあそれではエンディングに向かいましょう。投稿メールです。番組では、引き続き愛も変わらず皆様からの疑問、質問、ネタ、イベント告知、何でも OK でございます。投稿をお待ちしております。送り先は Gmail の場合は週明け 11@gmail.com、 もしくは Twitter の方は DM で受け付けております。ダイレクトメッセージで週明けのアカウントまでお送りください。写真やメール文章だけでも OK ですが、動画の場合はなるべく短めに1分以内でお願いしますということで、締め切りは放送前日、今日月曜日ですから日曜日の夜9時半ぐらいまで送っていただくと番組スタッフ的にいい準備ができますということで、それでは今週もいろいろ届いてますので1本目いきましょう。さあ1本目はですね、ビアティミエ関係のお便りでございます。ビアティミエ大旗を振っております麦茶さんこと佐藤さん、いつもこの今多分ライブ中も見ていただいていると思いますが、はい、チャット書いてますがメール読みます。参謀長、主役のスタッフの皆さん、こんばんは。ビアティミエは天皇杯1回戦を突破して、いよいよ2回戦は湘南ベルマーレ、あの浦和レッズにあのゲームをやれた湘南ベルマーレに挑みますと、まさに月国城を挑みますと。4年前ビアティン・ミエがですね、まだビアティン・クワナの時代があったんですけど、4年前の時は天皇杯でセレッソ大阪に挑んだ、それ以来 J1 チームと天皇杯で挑戦できるというね、もうビッグチャンスを手に入れてますね。で7月の3日ですって、はい、水曜日夜、平日夜、ミッドウィーク、はい、平塚の BMW ですか、はい、スタジアム、多分、はい、湘南ベルマーレ戦にビアティン・ミエを応援しに来てねっていうのが和美さんのメールでございます。はい、加えて言いますとですね、その日は天皇杯は
タサポ大歓迎ということでオレンジ連合軍とにかくあのユニフォームとかタウマフはあの佐藤さん筆頭に皆さんが貸すそうですから、はい、ぜひ、平塚に行ける方はぜひ見に来てくださいということですね、はい。そして6月23日先ほど私も言いましたムサリク JFL のリーグ戦の方は東京武蔵野とビアティミが6月23日もやりますよという、こちらもビアティンサポさん皆さん、大歓迎、タサポも含めて大歓迎お待ちしてますと、あと前夜祭もやりますと、詳しくはですね、このかずみさんのツイッターかフェイスブック、追いかけてくださいということで、そんなかずみさんが誰なのかは、皆さん視聴者の皆さんで、どんどんこの人ですとか拡散お願いします。時間の限りがあって私からは以上でさあ2通目あ写真触れましょうか。今この写真ちなみにコールリーダーがですね、ビアティミエのユージ君、ユージ君、ユージ君、はい、去年一緒に飯食って飲みました。ユージ君元気ですか。はい、美女たちに囲まれてねにやついております。はい、スケベ男ということでさあ2通目いきます。はい、岡山県の FA つまり岡山サッカー、岡山県サッカー協会の広報員 A さん、広報員 A と広報員 B っていう方がいらっしゃるんですが、はい、A さんからいただきました。本日の投稿すごいですね、オフィシャルからの投稿嬉しいですね岡山県では自治体サッカー大会というのがあるんですね。で中国地区予選的なものが行われましたと。でこの自治体サッカーとは何ぞやというのは後で言いますが、決勝戦がですね福山市役所、これ広島県ですねきっと、はい、広島県の福山市役所対、山口県の下関市役所、はい、市役所勢が自治体サッカーですから、いわゆる自治体の公務員をやりながらサッカーをやっているというですね、ある意味藤枝市役所もそういうことですよね。東海リーグのね、最強の公務員は誰なんだという決めるんでしょうね、この自治体サッカー選手権は。この中国予選は決勝は福山市対下関市と、はい、2-0 で福山市役所が優勝しましたと。ちなみに岡山県で開催した岡山県内だけでやっている自治体のチームには、3位決定戦で広島市役所に、延長戦で敗れたんだけど4位になりましたと岡山市役所が、うん、はい、岡山県枠という意味では、中国地区では岡山市役所が4位、はい、3位が広島市役所、2位が下関市役所、1位が福山市市役所と、はい、おめでとうございますということで、写真はですねその試合のどこ、はい、多分決勝の試合の写真とこのトーナメント表をね、多分ネットに出して大丈夫だと思いますっていう画像だと思いますが、広報員 A さんから送っていただきました。ありがとうございます。また引き続き中国地域リーグ含めたサッカーの情報ぜひぜひお寄せください。あと中国リーグのファンやサポーターの方ね、松江シティに限らずいろんなチームの応援している方はぜひ週明けイレブンまで楽しい投稿メールをお待ちしておりますということで、さあ次3本目、これは天皇杯ですね、はい、昨日おとといの試合ですか、これは、はい、高岡スポーツ園ですね、なんかすごいですね、カターレ富山と J3 の J3 のカターレ富山と歯の有名な FC カリア、はい、赤たすき、まさに赤たすきですね、はい、たすきがバンデーラがゴール裏に、はい、出てますが、うん、富山対刈谷の試合を見に行ってきましたと、俊平君から、はい、俊平君からの、はい、垂れ込み写真ですね、はい、高岡に行きましたと、はいはい、で試合は刈谷が 0-2 で敗れる、つまり J3 の、カタール富山が 2-0 で勝ったよっていうね、はいはい、貴重な写真ですね、はいはい、赤だすきが、目立ちますね、やっぱりサッカー場行くとこれは、引き続き東海リーグ優勝目指して FC カリアさんには頑張ってほしい。あ、ちょうど順位表出てますね、画面左、東海リーグ今勝ち点6で並んでるんですね、2位、3位、4位と、お、藤枝市役所とそして1位が東海学園、東海学園ですね、はい、以上リーグ戦、カップ戦は天皇杯は終わってしまいましたがリーグ戦頑張ってくださいということで、先週の放送から始まっておりますこの L 字仕様の、番組後半の時間帯になるとこの次節の今週末の試合予定が、J1 から、地域リーグまで全て出ております、
メイン画面を見ながらチラチラ L 字も見ていただければたくさんいろんな情報が入ってくるかと思いますが、このようにですね、お送りしております、プチリニューアルした週明けイレブン、投稿メールも3通すべて紹介しましたということで、ちょっとじゃあ最後、チャットに最後だけ戻りましょう。はい、かずみさん、はいはい、先ほどのビアティンの投稿メールね、はい、私の投稿メールを雑な雑な説明っていうね、はい、ありがとうございます。岡山県サッカー協会は、の方も書いておりますね、うん、全国大会はあるんですかと、うん、あの公務員のね、うん、自治体サッカー大会は、シティライトスタジアムで8月に J ビレッジでやると、で岡山県の方はシティライトスタジアム、うん、あ、さっきの写真が投稿の写真はシティライトスタジアムの写真なんですね。いいとこでやってますね、はい、いいんですかね、合ってますかね、間違ってたら間違ってるって書いてください、うん、この自治体サッカーの方は8月に J ビレッジで福島県でやると、はい、ということで、大体、皆さんの書き込みも、目をざっと通してですね、今週もにぎにぎしく企画割とてんこ盛りで、ただ割と時間は90分以内で収まったかなっていうぐらいの感じでやっております。さあ来週はまた月曜日放送ですね、はい、6月に入ってます、はい、いよいよ、6月の3日ですね、はい、はい、来週は6月3日の放送です。月曜日夜8時また58回放送も見てください。皆さんのお便りもメールお待ちしております。来週の企画は今ここに担当ディレクターがいないので言えませんがちゃんと告知しますので、はい、また来週見てください。それではおやすみなさい。また来週。